こんにちは。10月はなんとロングビーチの飲みの市が2回ありました。普段は毎月第3日曜開催ですが、年に数回ある第5日曜日にもやっています。これは8月の様子。緑の看板の位置と一番端のブースの位置関係はこんな感じです。これが大体同じ位置から撮った今回の様子。2つの位置が近いのが分かりますか？いつもこの道を歩いて入場口に向かって白の矢印の方向に歩くのですが、黒矢印までの距離がいつもより短くて、おっと思いました。イレギュラーな開催ということで、通常より規模が小さいようでした。翌日がハロウィンということで、駆け込み需要にも備えたラインナップです。古いコミックやポストカードと一緒に置いてあった私の気持ちにぴったりな看板をゲット。初めて見たブルーのミルクグラスのお皿、裏にチェリーブロッサムの柄があって、びっくりして二度見してしまいました。なんとドーボーイコーナーを発見。ちょっとお化粧されちゃったおなじみのソフビ、謎の手袋。この時はこれ何と思っていたのですが、この後これが忘れられない後悔の一品となります。12ヶ月分のマグカップも良かったのですが、今回はこちらを
スヌーピーグッズがいっぱいのブースを発見。これはフレーム式タコ足配線でしょうか。ちょっと怖いこちらの棚に、いろんな日用品ブランドのキャラクターを発見。こちらはクッキー型なのでしょうか。この形に焼けたクッキーにアイシングとかしたら可愛いだろうな。食べるのは得意ですが、作るのは苦手です。先日キャンドルウィックのクリーマーを2つスリフトで見つけてシュガー入れを探しています。でももうこの子にはクリーマー相方がいたので戻しておきました。こっちは単独シュガーポットだったのですが、大きさが違うような気がして、バラバラでセットを作るのは難しいですね。バラバラでセットを作るのは難しいけど、できた時の喜びは格別。
顔の表情が目を引くこの子は、手に小銭を乗せると口に運んでくれる貯金箱でした。お、新コレクションの指抜き、見つかるかしら。前回の動画を確認して持っていないものを厳選しました。コレクターがいっぱいいると言われているフィエスタ。詳しいことは勉強不足ですが、この丸い取っ手のカップは結構好きです。イラストが可愛くて近づいた器、イタリアのものでした。さあ、そろそろ帰ります。今回の購入品です。キャンベルスープの男の子のスプーン。ちょっと前にゲットした女の子と無事合流しました。ケースに入っているものを出してもらったのですが、先に留め具がついていなくて、親切なベンダーさんがこれでいけるとイヤリングのパーツで留めてくれました。心温まる出来事でした。前回入手したセットに入っていなかったものを時間をかけて探しました。今はこんな感じです。まだ若干の余裕があるので引き続き探していきます。古いものではないですが、
可愛さと子供たちへの無言の圧力用に。そしてお待たせいたしました、磁気製の胴ボーイです。帽子とクッキー皿はマジックテープで固定されています。服に汚れはあるもののタグもついていて、ピカピカの新品同様と言いたいところなのですが、皆様これを覚えていらっしゃいますでしょうか。そう、あれはこの子の右手にはめる付属品だったんです。ああ、その場で調べればよかった。まあそういうこともありますよね。今回の買い物合計は82ドルでした。今週もお付き合いいただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。